聴衆オペレーターの基準は厳しいよ。私の動きについてきて。心配しないで。この辺温度が低すぎるかな。懺悔しなさい。急に発火したら、それはただの副作用だからね。心配しないで。懺悔しなさい。無駄な犠牲だって、代価のない勝利だって存在しないんだ。